カピーさん都内20億の豪邸一軒家引っ越し、室内温水プール付き、リビングは71畳。は？は？ファファファ？はじめ社長悔しいな。それガチですごい。見てみるか。ヒカキン玄関25畳、ラーマワンルーム6畳。ヒカキン家の玄関、もうラーマの家全体の何倍もあんのか。戸建て買ったんだ。 YouTuber で戸建て買うんだ。どこに買ったんだろうな。20億の新居に住むことになりました。新居、なんやこれ、すごいな。エントランスホールとか、なんか車止めとか、すさまじいね。要塞じゃんこんなん。ねこうどうすん、何すんのここで、何するのこれ、工場戦すんの。あーあ、マインクラフト工場戦するために借りたんだこれ。これ東京じゃないよね。いや多分東京だと思うよ。いや別に東京って言ってもいろいろあるから、別に23区内とは言ってないし。でもこの規模のさ売り物でしょ、20億でこの規模のって多分無理じゃないかな。東京都内だったら、23区内だったら。これ植栽から俺がゲスしてやろうか。どうだろう、これで20億でしょ。あのね、多分だけどね、これ中古だと思うんだよね、これ。リフォームかなんかしたのかなっていう。っていうのも、植栽が育ちすぎてる。あの樹木がもっと細い樹木があんまないんだよね。樹木がちょっと太めの、もう大きくなった成長した樹木があるから、多分新築じゃないと思うな。ヒカキンは賃貸って言った。あ、賃貸なの？賃貸で、何言ってる？賃貸？あ、賃貸なの？あ、そういうこと？なるほど。あ、そういうこと、買ったわけじゃなくて借りたのか。どうなんだろう。その MS のやつってか、ガチのやつなの？ガチのやつなの？ガチ？もう特定されたんだ。まあ、賃貸だったらね、ネット上に出てるからね。なんだ、じゃあ別に賃貸だったらそんなだよ、多分。多分だけど、そんなだよって言っても相当だよ、多分。月300万ぐらいじゃないかな、家賃。いや、もっとするかな。500ぐらい。ないと思う、そんなに。多分500とかも。多分、3、400ってところじゃないかな。おそらく。いや、立地的に、これ見てほしいんですけど、この青山の、もう超一等地も、もう最強の一等地で、なぜか機械式駐車場がついている物件。あの、賃貸の一軒家のくせに、一軒家のくせに機械式駐車場がついてあって、何 LDK？ 10LDK で、月350万だから、って考えたら多分300万ぐらいじゃないかな。月家賃。10LDK？ いや、これ何すんの ?10LDK って。すごいなぁ、でも。こんな家一人で住むの寂しい。すぎん。いや、俺こんな家借りるんだったら俺、人住ませるわ。5人ぐらい。5、6人住ませるわ。いや、もう一人住んでても寂しいよね、絶対。いや、ペリガキ住ませたるよ、俺こんな家借りたら。いや、俺やろって言ってるけど、こんなところに女の子と2人で住んでみ。あの、お互い行方不明になるよ、多分。おい、どこいる？どこいる？って。あの、家の中で LINE かけるみたいな。あ、もしもし、今どの部屋いる？みたいな。あの、絶対そうなるよね、これ。こんな広い家だったら絶対なる。え、今どこいる？みたいな。トイレいる。え、どれ？何階のトイレ？え、2階？え、2階のどっち？みたいな。絶対それなるよね。いやー、こんなんす。なんでこれ住むんだろう。いや、でもさ、いや、なんかこう、はじめ社長、家買ったじゃん、確か。買ったよね。なんかこれがなんかちょっとヒカキンとの差なのかなって気がする。買うんじゃなくて借りるっていうのが、なんだろう、さかしいなって気がしない。買うのって実は固定資産税がかかったり、いろいろデバフ食らうのよ。買うのって、買う方がデバフすごいのね。なんかしかも YouTuber っていう仕事で、生活もどうなるかわからないし、まあ家族とかもどうなるかわからないみたいな状況で、こう買うじゃなくて借りるってするのがなんかヒカキンって感じする。ちゃんと脳みそ使って考え、まあ別にはじめ社長がバカとかいう意味じゃなくて、
なんかもう盛しい感じがするね。賢いなーっていう。ヒカキンの SSR2 個当ててる。確かに。確かに。マジか。こんな家に住むのか。すげえなー。どうすなんか、ま、え、俺、毎日パーティーしないとちょっと俺無理かも。この家だったら。毎日常にパーティー中みたいな感じじゃないと、厳しいわ。なんか、住めんわ、こんなところ。無理じゃない？なんか、毎日飲み会家でしないと無理。なんか、寂しすぎて死んじゃうと思う、こんな広いところ住んだら。じゃないなんか、華麗なるギャツビーみたいに常にパーティーしとかないと寂しくて死んじゃうよね。いやいやいや、猫で寂しくないってどういうこと？寂しいね。猫も行方不明になるで、こんなの。行方がわからなくなるよ、こんなところに猫いたら。だって、普通にさ、普通に家で行方不明になるじゃん、猫って。なんかわけわからん隙間にいるみたいなさ、え、どこ行ったみたいなことになるじゃん。こんなでかい家とかなんかもうすごいことになると思うよ、多分。妻子いたらわかるけど、これって一人ですか？まあそうだと思う。まあガールフレンドはいるかもぐらい。子供はいない、絶対。いや、話題作りのためだけじゃないでしょう。おぎゃー、私。結婚準備説。で、バレるところ住むか。それで、紹介するかな。確かに、20億円の家でかくれんぼしてみたとかおもろそう。まあ確かに、それもそうかもね。まあネタには尽きない。ネタには困らないかも。なんかさ、あれだよね。海外の YouTuber ってさ、まあ、友達とみんなで住みがちじゃない？なんか。わかる？なんか、すぐ友達とみんなでこう住み始めない？なんか。なんなのあれ。なんかあるよね。どういうテンションなのあれは。なんかみんなでなんか住むみたいなのが。なんか海外のさ、ラッパーもそうなんだよ。ヒップホップの人も、なんか、ようわからん人、友達と住み始めて破産するんだよね。ヒップホップの人たちも。そうなんだよ。常に金使いまくるみたいな。あまりにも毎日ドッキリされて炎上とか。毎日ドッキリ。シャワーから出た後毎回服着てワンチャンドッキリされたら撮影レディ状態。すごいな。まあそれが仕事だもん。怖っ。大変だな、ヒカキンも。寂しすぎて死にそう、こんなの。絶対無理だ。酒飲んだら多分寝室に帰れない。確かに酔っ払って帰ってきたら、寝室にたどり着けなさそうじゃない、この家。確かに酔っ払って、ふぅ、家帰ったぞ、あれどこだみたいな。あれどこだっけみたいになって。まあだってね、ラーバはヒカキンの家の5分の1のサイズで生活してるから。それは可能だよね、全然。そんなんと余裕だよね。ラーバはそれぐらいの大きさで生活してるから。ラーバんちガレージのなんか3分の1ぐらいしかないってこと？ラーバんちヒカキンちのガレージ、車置き場の3分の1しかない。すげえな。ラーバ車。さすがにヒカキンも20億の家の購入はできなかったんだな。20億。まあ、てかしなかったと考えることはどうか。できないというよりはする意味がないもんな、購入なんて。あんまりこういう人は。いやいや、そういうのじゃないんですよ、カイキングさん。貯金とかじゃないんですよ。てかヒカキン貯金とかしてたらダメだと思うよ、多分。ヒカキンレベルになったら。そうじゃなくて、債権とか土地とかそういうので持っとかないと。金を使うとかじゃないねん。こう多分現金で持ってたら多分ダメなんじゃないかな、ヒカキンレベルに金持ってると。取られるん？んー、まあ、ずっと難しいか、理解が難しいか。カイキングくん、カイキングくんには難しそうだね。桃鉄みたい。そうそう、それ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 、桃鉄と一緒。カイキング桃鉄と一緒で、持ってたらスリの銀次に取られるじゃん。だから、まあ、そんなこともないんだけど、スリの銀次みたいなことになるから、買っとくみたいな。買ったらさ、その決算月に金くれるじゃん。それと一緒。桃鉄すげえな、カイキングが理解できる。